切れ図解やと有石州銀は、16世紀後半に、岩見銀山で産出した銀で作られた長銀である。毛利氏の両国貨幣とされる。岩見国、岩見銀山の三銀が主であるが、巣王国、和行坂銀山を示す、天馬太地国印の打たれた長銀も存在する。石州長銀あるいは、萩長銀、萩古長銀、萩半銀とも呼ばれる。 平たい長大円形状の長銀であり、配布機銀をタガネで打ち伸ばしただけの素朴な作りである。金は薄く打ち伸ばされ譲り破金として、大番の原型となったのに対し、薄く打ち伸ばすのが困難である銀は、長銀の形となり、表面に細かいひび割れが見られる。大小様々で、形状やタガネ目も一定ではない。文字の刻印はないが、 やがてより薄手の譲り派長銀が作られ、お取り納め、ご功用などの文字極印が打たれたものも出現し、江戸時代の長銀の原型となった。この当時の銀は、江戸時代初期に至るまで、表量貨幣として切れ遣いされるのが一般的で、しばしば節銀も見られる。長銀の製造及び切断は銀屋と呼ばれる銀の、精錬、買い入れ及び、両替を行う両替商で行われ、 あとの銀座の前身となる。江戸時代に、諏王国熊毛群省諏王村で発見され、現在毛利博物館に所蔵されている、完全品15点及び接銀29点がある。このうち1点の裏面に、3十二もやめ元気元年5月10日の牧書が見える。1974年には、山口県愛島町から出土している。天文年、日本にもたらされた配布の導入により、 岩見銀山の山銀が増大する。これに伴い1538年頃より、多額に上る日本山銀の輸出が始まり、日本山銀を求めて、中国のジャンク船やポルトガル船などが、薩摩、博多や長崎など、九州各地に常に、数十隻も寄港することになる。A60 年東大寺の大仏殿が焼け落ち、その修復にあたり、 岩見銀山の三銀の功能が重視された。元記年間より功能を従来の米戦に変えて銀で収めた記録が見られるようになる。三銀の増大に伴い銀価格は下落し、16世紀初頭までは銀重量がゼニゴから6貫分で推移していたが、A612 年の織田信長による聖戦追加上場においては銀数重量を前線に貫分に当てると定められるに至った。 一方、中国においては、銀城が大口取引に利用されるなど銀本位制を整えつつあり、高い銀需要による銀高、金安の状態であったため、安価な日本産銀を中国に輸出することは、ポルトガル人にとって多大な利益を得るものであった。当時、サマ銀山と呼ばれた岩見銀山の産銀は、相馬と呼ばれ良質の銀の代名詞となった。 関文九年の銀座の記録である、諸国廃付金衣服長には、岩見の上廃拭は、百目につけこの銅二十二文目、長銀号百二十二文目とあり、冠中秘策の記述も同様で、これは八十パーセントの軽蝶銀に吹き立てる使用書きであるから、廃付金の品位は九十七点六パーセントと、計算される。通常の石集銀は土目のある無名の銀番であるが、銀山から、 毛利氏への運情、あるいは、毛利氏から朝廷への上納、室町幕府への功能はいずれも御功用と呼ばれ、御功用の国印の打たれた長銀も現存する。また、赤州銀分禄に渦き尾の国印が打たれた、分禄赤州長銀が現存し、これは、朝鮮の役の軍用に功能されたものとされる。慶長5年に、岩見銀山は、徳川家康に召し上げられ、天領とされ、 翌6年には、慶長の平成が敷かれるが、慶長銀が日本全国に十分行渡ったわけではなく、依然両国貨幣の流通する時代が続いた。毛利氏の長州藩領内においても、諏訪和行坂銀山で長銀が鋳造され、天馬太地、山口天またの国印が打たれたものがこれであるとされる。慶長から元那年間にかけて、山口に廃拭き座があり、 萩で超銀の極めを行っていたとする記録が残る。石州銀の流通は漢文、原独年間あたりまで続いた。ありがとうございます。